です。さま、アクションだ。タクト象徴と相手です。はい、ということで皆さん、はい、コンビニ見つけたら即購入、中華まん大食い対決。今からですね、コンビニをいろいろ回ります。ありますというか、見つけたら入ります。こちら抽選箱ですね。こちらの抽選箱には名前が書いてあります、僕らので。こちらのね、抽選箱には個数が入っております。1から5で、引いて誰が何個食べるかっていう企画でございますね。はい、制限時間10分、それを、1位が決めるまでやりたいと思います。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。それではいきます。はい、それでは、早速引いていきたいと思います。はい、じゃあ僕から引きます。いきます。2分の1でしょ。そう、2分の1自分が食べる確率は。意外と高いよ、ね。まあ、どっちにしろそうね。最初に食べる人はこいつです。パン早いてまあここまではいいのよ、何個食うかの問題だね。まあそうそうですね、早手くんに引いてもらいます。そうですね、食べる人が引きましょうか。じゃあ10分間だもんな。君はキャパじゃない。5引いたら0でももう終わり。2個にしとけ。2個、2個にしとけ。1、2のどっちかでしょう。俺が食べる数こちら、バン2。お、定番ですね。ということで、ピザマンと行くわよ。はーい、スタート。いただきます。あーはー、うまい。あー、今流行りのね。なんであんなバズってんの。いいの、そこ展開するそこ展開するとややこしくなる。動画がすごい気になるんだよね。早っ、ピザ終わりです。うまっ。1分ぐらいなの。食べてもさ、なんだかんだこのペースなら5個余裕できんじゃん。今ならな、ちょっと膨らみがあるけど。膨らみがあります。やっぱピザマン。あー、でもわかんないな。ええー、ぐらいかな。肉も何食えんの。何食えんの。俺その話ちょっと、全然違う。別に何とは言ってないもん。何とは言ってない。何とは言ってないけど、これがええかは知らん。知らん。うん、安定だわ。ラスト。うん、よし、6分残りちょうど。あー、1分2分だな。じゃあ次行きます。よし。はい、というわけで続いてミニストップです。ミニストップで一休み。はい、どうぞ。いきますよ。さあ、誰でしょうかね。全員はやめて。バン、俺。おー、自分。いきます。はい、バン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 。何個食べたい。とりあえず味を考慮して3。おお、いやでも結構食うな。はい、さあさあ、本当に3個を引くことができるのか、この男。お、3。なんで。おお、すごい。え、いや、マジで、マジで、マジじゃん。やってんな。何買ったの。カレーマン。おお、珍しいね。ピザマン。ああ、安定。肉マン。おお、10分間用意スタート。いただきます。え、めっちゃうまそう。すごっ。おお、え、俺だけ食ってないって嫌だな、食べたいな。伸びるか。おお、あ、一番あるかもしれない。100点だわ。なんだかんだ5分8秒。うん、ごちそうさまでした。残り5分です。素晴らしい。はい、それでは続いてファミリーマート。いやー、ファミリーマート。では、ハイテ君ですね、次俺を引いてくれ。いきます。私引いたのこちら。でげ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 でん。おお、全員。あれ、そういうこと。つまり俺も入れてるんで全員食べさせちゃうって言っていいですか。1、2は一番ない。2が、3から5。余計なこと。1、2は出るな。何何予想した。1、1。俺らが食う個数はこれだ。3個。3か。まあ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 。というわけで買ってもらいました。はい、9個ですね。2店舗もありました。これは餃子マン、チーズ肉まんが2つ、プリッとエビ肉まん、極うま黒豚まん、本格肉まんが3個、ピザまんが、1つで、合計9個ですね。それでは10分間用意スタート。はい、いただきます。いただきます。極うま黒豚まんです。それ絶対うまいよね。1個しかない。誰がともぐいじゃ。何も思ってねえわ。それちょっとかけたかった。うまっ。え、これめっちゃうまくない。絶対。いただきます。最高。ラーメン食いて。この気候よくねえよ、これ。夏に食うもんじゃねえんだよ、これ。今日最高気温、千葉19度で。かっけ。今日夏すぎる。ひとちゃんさ、残り1分で飲み込めるか。飲み込んでくれよ。さすがにいけるべ。え、それ食い終わったの。何の顔する。10。あー、危ねえ。危ねえ。
というわけで続いてセブンイレブン、はい、もう4週目ですね。4です。そろそろ誰か潰れてほしいってのはあります。じゃあ行きますね。誰だ。ちょっと俺引いたらな、長引いちゃう。あの全員で俺がここで一人勝ち回りだ。そしたら今日やったー。ここで見えんの。素晴らしい勝負。あ、そうなんです。変に見つけてるからな。じゃあそれではしょっちゃん引いてください。いやマジ2がマスト、3で死亡、1でしょ。あもう一番最初に触れたやつを信じて、うん、変えられるし、うーん不正やん。おーずるすぎる。おー不正やん。さあ5 5 5。おっ何何、このリアクションは3以上だ。4です。素晴らしい素晴らしい。あーよし、ここで1人積んだ。4個だから、うん、まあ一番ちっちゃいやつでもピザマンか。ピザマンが3つ、うん、あんまあ、1つ、うん、あ1つね。かろうじて希望があるように買ってきたよ。これね、厚さのせいもあるよ。違うよ、お前直射2個当たんの俺だけなの。お前止め方が悪い。変わる。10分間用意スタート。はい、いただきます。まあんまんはね結構美味しく食べれると思う。あ、うまっ。早いじゃん。あれ、あんまん4つの方が良かったんじゃない。あ、でもちょうどいいね。残り時間は1分半。うん、次にもアホ。あああああああ、我が生涯に食うしかない。ああ脱落です。残り1分があったから素晴らしい。この展開を待っていたよ俺は。それでは次のターン、よー、セブンイレブンにやってまいりました。みんな負けだよ。へぇ、しょうちゃんがアイス食べてます。で、これ確率が何なんだっけ。しょうちゃんのが抜かれてるので、俺、タク、全員自分が当たる確率は3分の2です。いきます。ウィ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 。こいつだー、こいつだー。いきます。おいで、バーン、イエーイ。まあ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 、ありがとうございます。お願いします。ゴッドハンド。あ、今ので今間違った。やばいぞお前。ボンビー的な感じよもはや。はぁ、ニコー。気持ちの余裕だよやっぱ。じゃあ食べちゃう。おい、せっかく引いたのに。いただきます。めっちゃうまいよ。はい、ごちそうさまでした。なるほど。残り5分30秒、ファミリーマートやってまいりました。はい、はい、そんでもって俺が引くのはここは正直全員か颯。もう余裕じゃん。だからほぼ勝てるのよこれ。いや全員ってお前もし5なんて来たらお互いに積むんだよ。まあ、俺的にはまあそれは本望です。5は無理だけど4ならギリいけなくもないと俺は思う。追加してもらいます。どうぞ。まあ、とりあえずね俺以外は引けばいいんだよ。俺か俺以外。俺か俺以外。最初に触ったこいつもやつ。マジでやばい。やったー。あ、いや、まあ、ギリやった。あ、まあ痛み分け俺は狙うしかないのか。まあ、個数だよ個数。さあどうぞ。これだ。あ、なんか1か2の波動を感じる。いくぜ、俺が選んだらこいつだ。よしよし。くー、いや分かんない。4ってどうだろう。いや分かんない、まだ分かんないから。買ってきたぜ。いや、じゃあ次で買ってきたのがピザマンが2つ、コシアンマンが1つ、チーズ肉まんが1つで、本格肉まんが4つですね。またきついのをいっぱい買ってきた。全然言ってなかった。コシアンマンは君ってことで。俺が正直言うとコシアン譲っちゃうのって感じ。コシアン一番食いやすかったよ。いやでもね、苦手をねここで食えるほど余裕はね。よーいスタート。いただきます。いきます。え、嘘、口に食うの。ちょっと、いやこればっかりはあのバラエティーじゃないの。やばい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 、それはやめとけって。やばいって。やめとけ。やめとけ。俺は止めたからな。これだからバラエティーは嫌いだぜ。リーダーが落ちんちまうよ。あーやばいやばいやばい。あーその余裕後悔させてやるからな。もしかしておいちゃんそれ最後かい。ラスト1個に値するよ。それは本当にやめた方がいい。だってそれやったらもうハヤテの意識が吹っ飛んじまう。ごめんな。ガチすぎて見てると面白くなくなっちゃうから。面白くなくなっちゃうの。てめえの心を俺がぶっ潰す。なに、普通に終わってんだよて。まだ2個も残ってんじゃねえ。一口もつけてねえのが2個残ってるな。てな感じで、今回僕が優勝しました。はい。いやー、合計 9? 9か。でも10個食えてねえのか。だからまあ許容範囲だった。危なかったね。これで5引かれてたらワンチャン俺食えて、あ、食えてねえわ俺5引かれてたら。ありがとう。この手は捨て
いに汚れていた。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイビー。風を切って走り本日もご視聴ありがとうございました。ということで今回は僕は乾杯でしたね。でタク、あの一口は誰にも真似できません。っていうか真似しないでください、マジ危ないっすね、僕が誘発しましたけど、真似はしないようにしてください。明日のアクシデンターズはドライブスルーで1時間何店舗行けるか対決。あの内容の癖が確か強かった気がする、あんま分かんないけど、でも面白いはずです。明日もお見逃しなく。